はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワプロサクセススペシャル、強化パワコー最後にですね、投手で PSR の、プラゴ大悟くんをお借りしてやっていきたいと思います。でボーナスのテーブルなんですけれども、これ50になるとイベントボーナス一気に増えるね。イベントボーナス80じゃないですか。でその前がいくつかなーってこう見ていくと、レベル25のねイベントボーナス 50% なんですよね。でこれ 50% から一気に 80% になるんで、これかなり増えますよね。というわけで、PSR の大悟くんで、今回投手やっていきたいと思います。でなんだっけ、チャレンジのミスターゼロまだ取ってないんで、なるみくんを入れてミスターゼロを取っていきたいと思います。でつのちゃんでコントロール上げて、でんーなんとなく変化球で固めてきてますと。で球速要因で、大谷くんを連れてきてますという感じですね。じゃあこれでいきます。まずは変化球でポイントを稼いでいきましょう。例によって技術と精神ポイント、これをね稼いでいかなきゃいけないんで、ゴールキーパーでいきます。お二人がいるからここ最初は評価上げで全然いいでしょう。まだ大悟くんも出てきてないからね。で角ちゃんが出てきましたので回復ですと。最初のところでね回復してくれるのって結構ありがたいんだよね。でルナちゃんはね、そうそうそう、エピローグ経験点目的、ただそれだけ、ただそれだけっていうのもなんだけど。でコツルナちゃんでいいね。練習か。ここで大悟くんです。ポイント的にはげっここで65もらえんのいかれてんな。じゃあ大悟くんちょっと追っていきます。しかもコントロールにいるんで追加、いやこれはこれでありがたいけど、いいね。26、26、52か。いやすごいぞ本当に。これ毎回毎回、まあ毎回毎回はさすがにできないけどね、ちょいちょい52ポイントくれるんだったら、てか角ちゃん見てねえし、そもそも火消し、いやいいねいいね。でタックが組めるっちゃ組めるけど、ちょっときついね、これはきつい。でコツは回収していきたいけど、つのちゃんが全く上がってないんだよな評価が。いいね筋力52ポイント。ここはまあ調子安定を狙っていきます。やる気がないな、やる気が。ちょっとスバルとの勝負の前にやる気を上げておきたいんだけど、大ゴーいいね。よしここでやる気が上がった。忘れないうちに変化球だけは覚えておこう。で球速次第ではちょっとエクスカリバー狙ってみようか。というわけでカーブでいきます。で角ちゃんがいたらちょっと角ちゃんにしたいけど、全くいないな、全くいないからポイント稼いでいこう。先制ストライクで絆発生ですね。で大谷くん、大谷くんもねイベント経験点が高いんでそれで入れてみました。でメンタルアーサー、これはもうちょっと他の練習ができないんで、まあコツはくれないよね。大悟きたーすげえ、これだけでどれだけ経験点ゲットしたんだ、今の精神練習だけで。投手の場合はね、ちょっと打たれるときは打たれてしまうんで、
まあ、しょうがないんだけど、9じゃなくて5球か。これは2本ヒット打たれてもまあ大丈夫なんだね。キャッチャーが完全モブだからな。でここやりたいはやりたいけど、ここもやりたい。ちょっと待ってね、もうちょっとつのちゃん追わないとまずい。これはクリスマスには多分間に合わないよな。回復したい。これは無理だ。よし、精神もだいぶ稼げたな。いやーちょっと待ってね、もうこっからはつのちゃん追ってきます。何が来ようとも。いやー無理だ、練習はできない。コントロール上げられるだけ上げとく。あ、そうそうそう、ここね虹谷入れられないからね、それがねきついよね。虹谷使おうって思ったら、ああ使えないんだみたいなってなった。諦める。よしで、コツに行くか、まあ大悟くん狙うか。ちょっとアーサーの評価も上げたいし、監督評価も上げたいんで、一回こっちのコツに行きますと思ったら練習。フリーキック、また先制ストライクか。で、つのちゃんちょっともう一回やっとかないと。これで多分乗ったは乗ったけど勝ちなんだからね。かこれで絶対乗ったもんでした。前とあと両方怒るっちゃ怒るけど、それは全員に言えることだからね。さてどうかな、間に合うかなっていう。ん、監督評価も上げていこう。なるみ、なるみはなるみで経験点くれんね。あ、やった、仕上がりだ。でここは上、これでポーカーフェイスはゲット。つのちゃんは乗ってる。なるみかだったらちょっとコツだよな。よし、経験点。つのだ、来ない。これは前、あとどっちだ。おー、いいね、ギリギリ。まあまあまあ C までね上げれば上々でしょう。で経験点的には精神が結構あるな。で大悟くんでいきますか。大悟くれ、経験点をくれ。よし52。これどうしよう、体力減らしても全然いいんで、ゴミ拾いって勝ち運だよね。勝ち運は、いやルナちゃんじゃつかめねえんだ、今回二刀流だからね。ま1でもあれば多少でも軽減できるんで、もう一口もらう。からのタック、ダイゴがいるか。いやでもこれはもうここだね、ダブルタックだから。よし、リリース。さてこれはどっちにしようかな。脱散が取れるかって言ったらあれだしな、精神使うっちゃ使うんだよな。ただ打たれ強さはもうすでにコツを掴んでいるんで、ちょっと今回は不屈の魂でやってみますか。頼む。よし大吉、テンポからの正月65 K
経験点がやっぱり異常なんだけど。しかも第5ハマってる。これはやばいね。コンクツないからね、あげたい時にあげられるというのが結構いい。変化球か。ちょっと待ってね、コントロールやっぱ A にしておいて、球速をどこまで上げられる。それでも、147いかないくらいか、148にいかないくらいか。600、700、800。よし、これで相棒発見。しまった、勝ち運持ってたんだあいつ。これ精神大丈夫か。てか精神というか変化球、あ、やっぱ溢れてるわ。しまった、うん、じゃあ7にしとこう。どうしよう、筋力どこまで上げられっかな。技術が足りてないのか。ここはゲー純然たるスリータックが来たんだけど。勝ち運って取れる今。リリース取ると多分勝ち運が、勝ち運4とか異常なんだけど。やっぱナルミがね、技術ボーナスついてるっていうのがいいよね。さてそこからちょっと急速値は148にしておこう。148でランクが変わるはずだから、あ、ここはちょっと遊ぶか。大悟くん、どこで回復するんだ。回復とかあるか、そもそも。ここはかっけー、91、91とかガチですげえな。なるべく球速を上げてからな。いや大悟ハマってるね今回。 7% やろう。よし、まあ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 、しょうがないしょうがない。で2月の1周、ここはバレンタイン前だけど、お出かけのデートで一回つのちゃんを紹介しよう。ここもうちょっとね、本当にせめて体力だけでも回復してくれればいいんだけど。これどんくらい回復する。チョコレートパワー30か、微妙だな、ちょっと無理だな。ダイゴとか忘れそうだからやっとこう。経験点系か、回復はしないね。え、どうするこれ。進めるか。じゃあ本塁打現金は逃げ玉もらえないけど、そっか、つのちゃんの方どっちにしようかなとも思ってたけど、おとなしく超尻上がりにしておくか。よし、 OK。 スタミナが全くないけどね。25はでかいよな。大悟が来てるけどちょっと無理だ。スライダーで球速上げてこう。球速って次のランクいくつだ。まあ分かんねえ、分かんねえけど152にしとこう。でも超尻上がりを取ると先発がいいんだよね。あー、まあいいや、買う。よし勝負だ。基本的にホームランを打たれなければ本塁打現金に
なるんで多分ね。ぎゅ二塁打打たれた。コントロールだけは悪くないというかむしろいい。よし、 OK、 勝てば官軍。うん、25もらえるんだ。で合宿か。これは超やりてえ超やりてえけどな、どうしよう。ちょっとおとなしく遊んどこう。回収しよう。あ、体力回復するんだ。ゲー、あ、勝利の星なんだ。しかも全然チェックしてねえわ。え、勝利の星ってすごくないか。しかも尻上がり取っちゃう、リリースも取っちゃうでしょ。で勝利の星軽いね。軽いって言ってもそれなりか。不屈の魂もいいかな、取っちゃおう。スタミナ大悟いるけど1234、せめてこれにしとこう。ほい6、 OKOK。 いや筋力精神いなーい。いないときはこれ大悟くんで経験点をくれ。くれない。合宿でそもそも経験点をくれるのかっていうのも分かんないけど。あ、さっきくれたか。スタミナを時間上げするか、うん、こっちで経験点を狙っていくか。 2% か。いや時間上げだな。ちょっと今はスタミナ不足なんで、ここはここで体力減るんだよね。経験点的にはうーん悪くはないね。スタミナが来てるけどさすがに無理。ちょっと1回寝るか。いやでもまだ3回目か。もうちょいな、40くらい回復してくれると助かるんだけど。小筆のーとどうする。長所伸ばそう。あれ急速なの。まあまあまあ急速は急速でいいけどさすげえ嬉しいけどさ、100ポイントくらい稼げたかんね。何気に技術が足りない。何気に。あー大悟ちょっと回復しながら精神をもらっとくか。くれくれない。やべかよ。しかも負けてるし。ここはちょっと一回監督上げとくか。まあ、なるみの技術ボーナスも効いてるからね。キレよし。でここは回復。まあまあまあサボり癖取れるよねこれ。よし、なったなった。危ね危ね。アーサー大悟くんはいないから、リリーフだよね。そりゃリリーフだよね。それが238か。いやこれアーサーエクスカリバー取りてえな。取れれば超でかいんだけどな。ノーアウト1・3塁しかも小平からかよ。これはほんときついぞ。よし、まず抑えた。で、サイガー怖い、振られると怖い。うわ、外に逃げるスライダー振れって取られたか。これもう1点取られるときついよね、本当に。ゲッ、何してんだよ。変えられたな。これ絶対評価が下がったわ。そもそも
エラーってさ、俺の自責点になるの？自責点1か。危ねえ。ただこれは監督と練習しないと無理だな。評価が試合までに乗らないと思う。投手で評価が乗らないのは本当厳しいからね。でなんだかんだで技術がやっぱ足りてないんで、ゲ打たれた。マジかよ。気はやるなお前。しかもボールになっちゃった。もう一般も打たれるのは許されないよ。危ねえ、ファウルか。ちなみにこれってどうなの？くれんの？本塁打け、何が本塁打現金なんだかよくわかんねえけど。あと6回練習すればいいわけでしょ？あの監督なしで、まあ、大丈夫かな。まあ最悪どっかで監督を絡めればいいんで。よしミスターゼロ OK。 二刀流オラー、敏捷ポイントやったぜ。大悟がいるけど、ちょっとスタミナ増やしとくか。スタミナコツとか。よし行くぜ、真っ向勝負だ。よし打ち取った。これがエクスカリバーの力です。ちょっとメンタル、あ、キレキレ牽制か。何気に敏捷ポイントはある。ちょっと待って、スライダーなんかにしたいんだけどな。でも先にこれも上げたいんだよな、エクスキャリバーを。これコントロールがきついな。なんだかんだでコントロールがきつい。大悟くんここにいるんだよな。いやこれここでしょう。もうダブルタックはもうやるでしょう。小筆の音どっち。急速。A 以上あるってことか。でラブッパ。いやこれさ、体力減らしたくないんだけど。で技術をもらって、これ技術だよね。よしよしよし。ほら減らされちゃってるよ。あーむむむ、118でしょ監督評価。大丈夫だな。ここデートして3周4周を練習すれば大丈夫でした。超尻上がり。あぶねえ、これさ、え、分かんなかったみたいなこと言うとすげえ下がるかな。大悟コツもありなんだけどね、コツの方が確実性は高い、高いっていうか確実なんだけど。牽制、この3つだっけ。なるみはもう8000か。キレ、牽制、勝ち運取ったんで、じゃあちょっとスタミナ上げながら1回技術が欲しいのよ。さて第5はいないね。第5はいないんで、まあ、ちょっと少しでももらっときますか技術ポイント。スカットさんプリーズ。さてここからどう伸ばせるか。第5がいるね。ってか精神が有り余ってんな。うわーきつい、ほんときつい技術。
りあえず C、 あー B まで持ってくか。で大悟くんか、変化球ポイントか、いや悩むな。まあいいや、もらっとこう。くれ、よし、52ポイント。これ技術で、あとは勝たなきゃいけないんで、どう考えてもピンチャンでいこう。でエピローグ経験点は、まあ、大谷くんもくれるから合わせればまだまだ伸びる余地はあるよね。コフデノートの球速がかなり効いてんな。コフデノートってどっちかっていうとピッチャーいいね。あれ1点入れられてんじゃん、よく見たら。勝利の星のはずが、こっからよ、こっから。つないでいこう、つないでどんどん点を取っていく。で、小田切君もパワーはないから、カットボール110、あーっと犠牲フライか。俺はホームランを狙う。無理だけど、いやそりゃ無理だよ。あ、カツアインがいる。そういえば早っ。サンマーメンだ、サンマーメン。いけ、やべはマジで持っていける。さて復活がないからね、やっぱりスタミナ B 必要だな。エクスカリバーもうちょっと上げたいよな。ほら、いやちょっと疲れてる。どうだ、よーし、これを波動でやんなきゃいけないのが大変だな。エクスカリバーっけよく当てられんな。154、いやエクスカリバーってどんくらい下がるんだ。まあただピンちゃんはね、9回が最後残ってるから。さて大悟いけるね。くれ、大谷くん初か。あ、大悟くんなかった。うわ、ここいや無理だよ、さすがに無理だ。こうやってさ、大悟くんとかってさ遊ぶとなんかあんの？デートも別にって感じだからね、寝るしかないよね。やる気上がってくんねえかな。上がってくんねえわ。いや、ここはもうピンチャンでしょ。で、まあ、102にはしておこう。スタミナいけんな、 A にいけんな。ちょっと待って、なんか他緩急、ポーカーフェイスはいらない。超尻上がりもらっとこう。本塁打現金もきつい。有望果敢は最後に大谷君が開口作れる。ミスターゼロ取っとこう。速攻で点取られたけどね、さっき。超尻上がりが生きてくれればエクスカリバーの変化量も上がるはずなんで、まあまだ2回だから。ミスターゼロも発動しないし、犠牲フライすら無理か。ゲッ、犠牲フライになってしまった。きっちり仕事をこなしてきたな。いや、点を入れてくれてありがたい。誰だ、いやもうキャッチャー無理だよ。ゴリゴリ押すしかない。頼む、ブドウ、よし。
2本で2点取ったってことはホームラン打ってくれたんだな、誰か知らないけど。アウトロー空振り、これで追い込みました。打った風に余裕があります。取ってこれです。いや打たれんな。ノーアウトランナー2塁という場面で水鳥今日は打ちました。進まれた。あれ村井ってことはあっちは木場が9番のわけねえもん。投げました。木場結構上位打線打ってるからね。投げました。空振り三振。村井あったくタイミングが合いません。投げました。初球見送ってストライク。いきなり154キロ打ちました。おーフェアか。これは守備範囲内。あー木場投げてるよね、やっぱり。そりゃそうだよ。ワンアウトランナー2塁の場面で初球を打った。レフトへ行った。これで2アウト、ランナーは2塁変わりません。え、なぜ、え、なんで8番って誰。小田切くん一応ミートがでかいからか。小田切を勝負しないとか。キバお前も落ちたもんだな。俺の力見たこれ。やるなキバ。キバというか監督の采配というか大谷くんになった。大谷くん球速170キロある。おら絶対大谷くんの方が強えわ。出た金原。最悪だよ金原とか言ってもマジで。よし大谷くんのストレートの速さを見誤ったな。スローカーブ。ここは何としても抑えたい場面。ストレート第3球を投げました。怪物球も持ってんだ。追い込んで第4球を打ちました。フラフラッと上がった。掴みました。ゲームよーし。まあそれなりの経験点ねもらえるからね。でこっつ第5スタミナだけどこっちの方がいいから。変化球がねちょっと多いんだっけ。メンタルばっかだな。第5一回メンタル挟まないとダメだね。566か。ほいほい。とりあえず4までにはいったな。あと急速に回したいね、やっぱり。意外に筋力が余ってんな。お待たせいたしました。ウドか。これは。おい、大丈夫か。おお、ダメだよね。なんかそんな気がした。勇猛果敢すぎるだろう。さっきのやつ誰か知んねえけど。2点か。パワフル、ここはなんとかしのきたい。ツーアウトランナー二塁という場面で鉄が投げました。打ちました。これはおお、掴んでこれです。ちょっと危なかったな。さあ追加点のチャンスを迎えました。ノーアウトランナー走ったのかあいつ。ヒットに投げやるな。宮内ナイスバッティングです。早い。今日これで2打数の2安打。初球を打った。うちのチームみんな早い。パワフル1点入りました。なんでこいつの総力 C あるぞ。第9初球打ち引っ張った。ヒットサッカー部のあれだから。サッカー部ボーナスでみんな足が速くなってるのかな。火山院1番か。投げました。打ちました。初球打ちセンター前のヒットになります。火山院いいバッティングを見せました。今日初めてやべえ。やべとかほんといいわ。マチェット追う展開で迎える5回です。ツーアウトランナー2塁という場面で縦最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。エクスカリバーゲー何なの。縦ナイスバッティングです。パワフルなおもピンチが続きます。第3球を投げた。よしこれがミスターゼロの力。ミスターゼロってなんか上がってる、まあ、カーブはまあそもそももう7だから。いよいよ最終回を迎えました。エクスカリバー、あ、やっぱ変化量上がってんな。超尻上がりで。だって最高球速以上はさすがに出ないからね。でもまあスタミナがこの量で
まだ150キロ台が出てるっていうのは、このミスターゼロの効き具合なんだろうな。154キロまだマックスで出てるもん。そして最後エクスカリバー投げました。打ちました。なんで当ててくんの。次が6球目投げました。いやなんだこいつら本当に。やべ掴みました。さあいよいよあと1人。だからこのピッチャーはね嫌なのよ。打った。ファール。第3球をちょっと外してエクスカリバー投げました。アウトコース低め。エクスカリバー外れてボール。投げた。打った。フラフラッと上がった。B がギリギリだな。ギリギリ完投できる値。特にスタミナ系の特能がついてないからね。さてコツ、うーん、いや一回、あ、大悟くんがいるし、ケケって来ないね。で文武か。文武はもうやだ、本当にやだ。スタミナコツがあるから上げとこ A まで。じゃあせっかくだし、勇猛果敢だからあれなんだよ。あと本塁打厳禁だよね。骸骨取れないのが痛いな。で結局さ、俺さ今までさ強化パワーこうやってきたけどさ、あの一回も金徳取れなかったんだけど。何作ったか知らないけど10人は作ってないけど6、7人作って結局金徳一回も来なかったわ。基礎骨はねちょいちょい来てたけど。点は取れるときに取る。てかウルナガってさショートだったの。え、二遊間結構嫌だな、そうするとここも。鎌狩りに座ってセカンド。古永の守備がどんくらいだったかちょっと分かんねえけど、鎌狩りは守備良さそうかな。ミートだけかな、あいつ。火山院の足で無理だったか。鎌狩りに阻まれたってわけでもないんだけど。ミスゼロ。もうエクサリバー。小田切り無理だったか。お前の守備でも。ここはもう完全に俺が抑えなければ。出た。いえ満塁か。満塁か。危ねえ。ノーアウト1、3、しかもブー。いやこれはちょっと無理だ。5番って誰。第2球投げました。ウエストってどう。あってきた。第3球を投げました。もう次は4球目投げました。いやこれはもう埋める。さあ同点のピンチで迎えるバッターは小西。ゲー最悪なんだけど。ブンブン1点返しました。さあノーアウト満塁という場面で肩のよし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 、オッケー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 。もうしょうがないよこれ。出た。ほんとやだここのチーム。一番嫌い、あのピッチャーでやるとき。第2球投げた。スライダーボール。第3球を投げた。もう変化球具合も半端ないしね。投球これから4球目。おっと打ちました。おっと打ちました。マジでダメなの打ったら。古永かよ。ツーアウトランナー2塁という場面で古永投げた。直球空振り。エクスカリバで決める。よし。153回。またかい。てかもう変わってるし大谷君に。ワンアウトランナー2塁という場面で肩の。今日はここ出た。なんなの本当マジで。ここで勝ち越し。ここまで2安打の奥田投げました。初球を打った。ピッチャー返し。一塁送球。今大丈夫か大谷君。これでツーアウト。ランナーは二塁変わりません。ストライク。少し迷ったか。投げました。大体さ170キロこんな当ててくるなんておかしいでしょ。
ブンブリードで迎える9回です。バッター多賀、第2球ストライク、これで追い込みました。見送ってボール、投げました、ボール、第5球投げました、フォークも149で落ちるんだ。低めいっぱい出た、鎌狩りインコース低めストライク、いきなり168キロ、168キロとかボール、第4球を投げた、外れた、ボール、投げた、よし、オッケー、アウトコース低めいっぱい、見逃し三振、ギリギリのところに決まった。接戦丸なんて持ってんの、こいつ。第3球は見送ってストライク、追い込んでいます。オッケー、さてここからさよならを、まず1点取らないと話にならないからな。代打は熊谷、誰第9、いやーすげえ際どいところに投げてくるな。653とか、よし、まず一塁熊谷、いいバッティングを見せで、おたぎりくんやる気はなさすぎるな。同点のランナーが出ました。第9、ポテンポテンポテン、よしよしよし、おたぎり、ナイスバッティングです。パープル同点のチャンスを迎えます。打ちました、やばい、二塁ホースー、大谷お前だ。第9、投げた、いや今のスライダーちょっと狙い目だったな。投球これから2球目、いやこれもシュートかよ。なんとか意地を見せてほしいところです。第3球を投げました、おー無理だ、シンカーかよ。いや本当にね、ブンブやだ、マジで嫌い、大嫌い先発になるしかない。最後のエピローグでホイ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 と大黒117とか異常なんだけど、で対強打者もらいました、先制ストライク、ここでももらえんだ、毎回忘れんな。でもまあ先制ストライクも4だったからね、でも1万超えだからねさすがだよな。あと15分、そうもうそんな時間です。球速どこまで伸ばせるかな。本塁打厳禁を取らなきゃいけないからね、まあ有毛果敢はそれなりで、じゃああとは緩急もせっかくだからもらうでしょ、重い球、急速はちゃ、あーこれか、ちょっとね変化球1個上げたい、いやどうせだったらちょっとエクスカリバー上げたいよね、5にで、そうすると第2球種はもう取れないか、手応えってどう、取れねえわ火消しってわけでもないけどな。じゃあちょっと球速上げられるだけ上げて、156からのスタミナだな、100あれが取れる、闘志っぽい。根性ちなみに取れんの、根性っていくつ、163か、球速は、スタミナじゃあ90とかにするとどうなる、そうすると筋力がやたら余るんだよな。でこっから上げられるだけ上げるか、うん、これディア、ちょっと待って、これディアなんか総力 D になったし、おお SS というわけで甲子園ね優勝できてれば、まあ SS ギリかなでも SS1 はいかなかったと思うんですけれども、さすがにね大悟くん強いね、1、2、3、4、5、6、あでエクスカリバーか、そうかそうか、エクスカリバー取ったから、というわけでもうちょっとね強化パワーコーはもうこれが公開される頃には終わる頃なんであれなんですけれども、本当に強化パワーコー大悟くん、あの皆さんありがとうございました、コメントで教えてくれて、俺全然知らなかったです、最後にねこう先発 SS を作ることができましたと、いうことで、今回はこれで終了したいと思います、最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。